皆さんこんにちは、マイノリです。ということで今回は、マップのちょっと解説をしていきたいなと思うんですけど、ちょっとリクエストをね、お願いした動画で、マップごとの攻め方、守り方を一つでも紹介すると、初心者の方も CG がもっと楽しめるのかなと思います。ということで、まあ、これに関してはマップの解説っていうのはいくつかこれまでも出してきたんですけど、本当にもう初心者向けで、上級者の方とかにはすごく申し訳ないんですけど、できればね、ちょっと最初でお願いしたいのが、上級者、中級者の方には、今回の動画だけでね、話せてないことっていっぱいあると思うので、まあ、これから話していくんですけどね、そこを、まあ、ぜひ皆さんにね、いや、呼吸はこういうところも注意した方がいいですよ、こういうとこも強いですよとかっていうのがあれば、補足って感じで、なんかコメントで、こういうとこもこうですよみたいな感じで書いてくれるとすごく助かるので、ちょっとそこをね、中級者、上級者の方には、ちょっと一緒に、初心者の方にもね、楽しんでもらえるように、いろんな情報とかそういうのを、共有できたらなと思います。お願いします。というわけで、ちょっと、本当初心者向けの解説になるんですけど、これからね、どんどんいろんなマップの、細かいところっていうか、こういうところ知ってた方がいいですよみたいなのをもう、今更聞けないとかじゃないけどさ、なんかもう、そういうところをお話しいければなと思います。はい、すごく基本なことばっか お話しますが、全部重要なんで、ぜひ聞いてください。まずですね、今回は国境の中でもね、よく、まあ、防衛場所というか拠点として選ばれるのが、ここのですね、武器庫、ここ武器庫ロッカーと、ここの資料ですね、はい、この2つなんですけど、ちょっとね、今回は武器庫だけ、ここだけに絞ってお話していきたいなと、次回ですね、あそこの資料のことに関してお話しますので、はい、お話していきます。で、まあ、リクエストでは攻め方、守り方のなんかね、多分パターンを一つでも教えて、もらえれば、自分がね、同じように真似すればしやすいので、そういう動画がいいっていう話なんですけど、ちょっとね、もう普通に防衛、攻撃関係なしに、いろんな、なんか情報っていうか、こういうことを、まあ、なんか話したいことを話していきます。で、じゃあまずですね、まあ、もちろんここは閉められてますよね。補強されてますよね。あ、ちょっと、覚えじゃねえ。ってなると、まあ、じゃあ自分がもし攻撃側だった場合に、ここを攻めていきたいと。で、最近だと特にそうなんですけど、ミラーを貼られてる場合、まあ、こことかミラーとか貼られたりしますよね。で、そこですごく大事なのが突き上げ。下からの突き上げ。いや、私、突き上げなんてしたことない。もうちょっとレベル高すぎてできません。なんて思ってると思うんですけど、すごく簡単で、まずね、まあ、敵が1階をね、うろちょろしてたら、うまいこと倒さなきゃいけないんですけど、ちょっともう今回簡単に、こうやってね、開けると簡単に分かるんですけど、ポイント。ここがあそこの2枚のポジションで、ね、上のですね。で、ここにしよっか。ここですね、この落とし戸のすぐ横。一回開けてもらうと分かると思うんですけど、ここはもう必ず覚えておきましょう。ここですね、この穴。で、ミラーをこことかに貼ってたりするのが、ここで壊せると、下からね。で、それから、ここですね、この2枚のところ。ここは、基本的にバンディがね、持ちつこうって感じで、ここで待ってたりしたら、速攻下行って、ここを突き上げてあげれば、持ちをつけなくなる。それから、ミラーが貼られてんだったら、下からミラーを壊せばいいという風な場所になります。この突き上げポジションっていうのは、もう必ず、はい、ちょっとね、自分にはできないとか思わず、すごく簡単なんで、必ず覚えておきましょう。で、最近だと、まあ、なんだっけ、ゾフィアとかね、ゾフィアとか足とかでビューンってやったりするんですけど、もし確実に倒したいなら、まあ、フラグとかで、うまいことね、溜めて、ポイって投げれば、ドーンって死んだりするので、それもやってみてください。はい。で、次ですね、まあ、今のはミラーと、ミラポジと、なんだっけ、これ、突き上げ、餅つきか。餅つきを阻止するための、突き上げですね。で、もう一つが、強歩ですね、ここ。ここによくいますよね、敵。防衛の人が。ここにね。で、ここって、実はね、まあちょっと今一人でやってるんで、わかりづらいと思いますけど、ここに来るとね、ちょっとね、しゃがんでる敵って頭が微妙に見えるんですよ、ここ。こうやってしゃがんでる敵って。微妙に頭が見えるんですけど、まあそれは、置いといてですよ。ここはもうすんごく簡単に潰せて、まあ今回ちょっと突き上げの話で前半終わっちゃうな。ここですね、この換気室。こ
こここの換気室ですぐ入れるんですけど、もうここなんでさっきの場所って、はい、まあここをね同じようにこうやってバックとかなんか使ってねこう突き上げてもいいし、この辺からフラグをねさっきと同じようにポイって投げて倒してもいいしっていうことで、あそこのね強ポジをつ、潰すのも一つの立ち回りとしてかなり強いのでぜひ覚えてください。まあそんなもんかな。で次がですね、あのはしご優勝と、まあ武器庫攻めるときはどうかな、ちょっと次の資料攻めのときはもっと細かくお話していきたいんですけど、優勝とここですね、この N のこのなんていうの、このここはしご上の、まあ、ここバスなんですけど、バスがあってね、バスのはしごここピーって登ってこうやってここに行きたいと思うんですけど、これをね、まあ、防衛側からするとずっと見とけるんですよ、このはしごって。はい、ではしご登ってる間ってもう完全無防備というか何もできないんで、上がった瞬間殺されるっていうこともあるんで、まあ一応これもね、あの注意しておいてください。で逆にね防衛の時にちょっとここ見てあげるとかやると倒したりします。はい、で次ですね、セキュリティについてちょっとお話していこうかなと、ここですね、はい、思います。でここが何でお話しないか しないといけないかっていうと、まあここの入り口っていうのは基本的に攻撃側からするといろんなとこから入れるんですけど、まあ、防衛側は基本ここですね、こっからこう来るか、まあここの入り口なんですけど、あのセキュリティを取らずにここの武器庫攻めようとすると、まあこの辺とかね開けられててもそうだし、ここの馬力だけ開けられててもそうなんだけど、後ろからまあもう当たり前だけど撃たれるし、飛び出されても困るしでなってくるし、この辺とかでねうるちゅるされて見られるのもさすがにきついので、ぜひ武器庫を攻めたいんだったらそのセキュリティはねしっかり取るようにしましょう。はい、その取り方、セキュリティの取り方っていうのはもういろんな動画とかでちょっと参考にしてもらってね、うまいこと取ってほしいんですけど、まあ、セキュリティは取った方がいいですよっていうような簡単な、情報でした。はい、次あとはですね飛び出しについてちょっとお話していこう、しておこうかなと思うんですけど、まあ、これはすごく簡単で、攻撃側ってここ開けた後でもそうだし、ここ結構ラペリアス、なんだろう、ラペリがちというか、まあ結構強いんでね、このラペって、はい、このラペっていろいろやったりすると思うんですけど、それで一つちょっとまあ注意しておいてほしいなって思うのがまあパルスなり何でもいいんですけど、ここにたまにねずっとハイドしててパルスとかがねここで心拍開いて、あラペってるラペってるって分かった時に、まあ、C4 とかねこう開けてこう飛び出してきたりするんですよ。このラペも全部やられちゃうんで、ここラペる際は一応ですね、はい、ここからの飛び出しっていうのはある程度警戒してもらって、まあ警戒の仕方としてはバーンってイングレの音とか C4 の音が右側で聞こえたら、あ飛び出してくるなっていう風に分かると思うんで、はい、ここも一応気をつけておいてください。はい、まあそんなもんかな。あとはもうここをねあのテレビとかで壊そうとしてる時にバンディとかなんかがねここ飛び出してこう決め打ちで倒しに来たりするかもなんで、まあ一人カバーがいた方がいいかなっていうぐらいかな。はい、すごいシンプルで基本的なことばっかお話しましたが、これはもう全部でどっちかっていうと最低限知っておかなきゃいけないような情報なので、まあ、ぜひこの動画で全部マスターしておいてほしいなと思います。それからまあ最初お話したように、ぜひ上級者中級者の方は皆さんが知ってる情報とかっていうのをコメント欄に書いてくださるとすごく嬉しいなと、助かります。はい、というわけで最後まで皆さんご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしてます。バイバイ。二人負傷。みんな死んでんじゃないこれ。あ、全員死んでます。マジで。
ででんででん。わお、嘘やん。サンピさん、おこんばんは。おこんばんは。